はい、あらすじありがとう。田室町で起きていた若手エリートたちの連続殺人事件。彼らは半グレ集団グレン会の創設メンバーであり、貞本美紀子の妹の真帆と両親を放火によって殺害した犯人だったなあ。そんな彼らへの復讐のため、美紀子は田室町でグレン会創設メンバーたちを殺して回っているということだったが、おう、美紀子はグレン会の剣持ちの罠に誘い出され囚われてしまう。クレイジーパワーブリーフにな。だが怪盗の活躍によって美紀子は無事救い出される。穏やかに眠る美紀子を前に、つかの間安堵する怪盗だった。父でかない？ミキティ。チャプター4、捕食者。あれや、女優がキルダウンや。気失ってんのか？薬か？うっ、大丈夫なのか？何もされてねえのか？ああ、無事だ。今は眠らされてるだけだ。ああ、よかった。はあ、よかった。お前もほんでええやつやったな。カイト、乗れ。お前も。早くミキコさんを安全な場所に。説明してもらうぞ、すべて。お客様満足度高いん、わかるな。嘘や思ってたけど、こいつら。なんで引っ越ししたんやろ？あ、バレるからか。引っ越し前で散らかってるが。まあ座りな。まさか依頼人がミキコだったとはな。なぜ言わなかった？俺らもミキコさんの正体を知ったのはつい先日のことだったんだよ。正体？あの人がジュンの母親だなんて知らなかったんだ。はいはいはい。ミキコが依頼人なのにか？ああ、彼女は名前も告げずに依頼してきたんだ。貞本淳という少年を保護してほしい。保護？一緒に誰がいようと構わず拉致しろ。ただし絶対に危害は加えるなってな。加えて気を来ようとしてたけどな。どうも腑に落ちねえな。淳や旦那に何も告げず、よりによって悪徳探偵なんかに依頼してよ。あいつはどういうつもりだったんだ？まあ、それあの人がグレン会への復讐を企んでることはもう知ってるな。おああ。だったらよ、俺らにガキ拉致らせて復讐を成し遂げたら、ジュンと一緒に海外にでも高飛びするつもりだったんじゃねえか。そんなことある？バカな。あ、ミキティおはよう。ミキコさん。ミキコ。マサハルさん。無茶しやがって。助けてくれたの？忘れてか。俺はお前の用心棒だぞ。いやー、渋。ミキコ、何があったんだ？本当にお前が殺しよ？うん。そのつもりだった。殺してやるつもりだった。気持ちな。つもりだった。だけど何者かが私の先回りをしていた。先回り？私が殺すつもりでいた連中を次々と。え？私より先に誰かが殺していたの。え、あ、ミキティが殺したんじゃなかった？足崎とかいう昨晩燃えたビルで死んでた男もそう。おう。私が向かった時には殺されていた。マジか。そして火が放たれていた。じゃあお前は誰も殺してねえんだ。ああ、よかった。ええ、この手でぶち殺してやりたかったのに。残念よ。気ぃつや気ぃつや。じゃあ誰が殺してたって言うんだ？お前の先回りをしてよ。おう。知らない。そうか。ミキコの先回りをして誰かがグレン会創設メンバーを殺して待っていた。一体誰だ？14年前真帆ちゃんたちを焼き殺した連中を殺す動機を持った、人物がミキコ以外にいるってことか。
ミキコ、お前にはいろいろと聞きたいことがある。話してくれな。いや、聞きたいことだらけやろ、マジで。え、オッケー。動機、自殺の真相、純のこと。まずは動機から聞くか。あ、みんなこんばんは。ミキコ、お前がグレン会創設メンバーの奴らを狙っていたのはやはり夏目家の放火事件の復讐のためか。おう、お前はあれがグレン会の仕業だって言ってた。なんで知ったんやろな、これ。ええ、あの剣持って男、あいつ当時不動産ブローカーみたいな真似をしててね。剣持不動産やってたしな。派手に儲けてたの。それでうちの両親の土地も狙ってきた。はい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 。なあ、貞本さんからその話は聞いたよ。それが剣持やったんか。でもあいつらが放火した証拠なんて何も残ってなかった。警察もストーカーの仕業だってことにして捜査終了。だったら私が連中を血祭りにしてあげるしかないでしょ。ミキか。ミキティ、かといって殺人はな、さすがに懲らしめるぐらいやったらええけど。自殺の真相。2年前、お前は貞本家から姿を消した。遺書を残して。はい。自殺ってのが警察の見解だったらしいが、自殺なんかしちゃいねえんだよな。おう、偽装やろ。当たり前でしょ、銃を残して死んだりしない。やっぱりな。グレン会の連中が私を殺してそうでっち上げようとしたってだけ。はいはいはい。やっぱそういうことか。にしてもよく助かったな。滝壺に落とされたんだろ。なあ、奇跡的に助かったの。なんで助かったのかまではわからない。眠らされてたみたいだからね。運が良かっただけだと思う。あれ、気がついたら白川さんのところにいた。もうその時これ記憶は失っていたんだけどね。わざと殺してへんのじゃん。記憶を取り戻したきっかけは何だったんだ。テレビよ。テレビ、カムロシアター見たんやろ。あの人が映ってたのよ、京也が。ああ、貞本。ああ、お前の旦那さんか。最近テレビにもよく出るようになったみたいでね。おう、朝の番組だったかな。あ、そうな。芸能人の横で得意げな顔してコメントしてたよ。はい、そのうちバチェラー出るんちゃうか。それでようやく自分が何者なのか思い出した。グレン会の連中のことも全部。ああ、なるほど。記憶を取り戻したのに家族にも連絡しなかったのはなぜだ。心配してたぞ、貞本さんも純も。おう、うん、私にはやるべきことがある。それを成し遂げるまでは生きていることを知られない方が好都合だったの。はい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 。じゃあグレン会の連中を全員ぶっ殺したらどうするつもりだったんだ。純をバートーの連中に拉致させてよ。ほんまにな。さあね、その先のことは想像に任せるよ。考えなしか。おいおい、やっぱ海外に高飛びするつもりだったのか。うん、バトーの連中への依頼。ミキコ、なんでよりによってこんな怪しい連中に純の保護を頼んだか。ほんまそれな。匿名で依頼を引き受けてくれる探偵を探してたの。私が生きていることがどこからか漏れて、グレン会の連中にバレたら奴らは私を始末しようとするだろうか。八神探偵事務所に頼ったかったのにな。一応探偵には守秘義務があるらしいけど、そんなの信用できない。せやな。だけど身分も明かさない女がある子供を拉致してほしいなんて依頼してきたら、正規の探偵なら断って当然でしょ。だからこいつらか。まあそうだろうな、ヤクザ上がりの。それで元極道のこんな奴らに。もっとも、五十嵐さんは途中から私の正体に気づいていたみたいだけど。ガッサン、ミキコさんには悪いが、いろいろと調べさせてもらったよ。お前やり手か。驚いたぜ、戸籍上死んでることになってる女じゃねえか。中途半端タートルネック。しかもグレン会とかいうイケスかないハングレ連中に一人で喧嘩挑むつもりらしい。こりゃ面白いってんで、こっちからも
いろいろと協力させてもらうことにした。ただの興味本位かい。五十嵐さんたちには感謝してる。私の正体を知ってからもいろいろと協力してくれたし。せやな、悪い感じはせえな。千田さんなんて自分の体まで張ってくれて。千田さんは多分惚れてるだけやで。ほら。ところで金はどうしたんだ。2年間失踪してたんだから金なんてねえだろ。白樺さんじゃん。滝壺に落とされた時に結婚指輪をしてたの。ああ、指輪か。それを売っ払ったらかなりの額になったから。おう、ま、十分すぎるほどの依頼料だったぜ。金持ちですね。腕時計に2000万近く出すような男だからな。一体いくらの結婚指輪。はいはい。で、純のことやな、息子。これ、まあ、海藤さんの息子じゃないって言われたけど、ちょっとまだ気になるよな。なあ、ミキコ。実はよ、お前の息子の純が、俺のところを訪ねてきたんだ。母ちゃんを探してくれってな。五十嵐さんから聞いたよ。ジュンがあなたと一緒にいたってことはね。はいはいはい。それ聞いてなんとなく事情は察してはいたけど。うん。でよ、ジュンが言うわけだ。俺はあんたの息子かもしれねえって。聞いちゃったね。どうだ。それあの子の妄想だから。あ、やっぱ妄想か。ああ。お前の旦那さんもそう言ってたけどよ、15年くらい前のミキコの日記に書いてあったらしいじゃねえか。おろすっていう言葉な。今さら気づいたって遅いだの、俺にはもう会えないのにどうしよう。これ別のことやな。おろした方がいいのかなだの。漢字もちゃうし。そんなこと書いたかな。覚えてへんのかい。おいおい、覚えてないのかよ。だって大昔の日記でしょ。そんなこと。あ、あ、もしかして思い出したのか。なんや。ほら、正春さんに借りてたでしょ。5万円。5万円。一緒にショッピングに行った時お金下ろすの忘れてて。ATM かい。一目惚れしたコートが最後の一着で、カードも忘れちゃってたから。なるほど、猿のほど、そういうことね。そういや、そんなことあったような。おい、まさか。ほんで純が勘違いしたんか。うん、返してないって別れた後に気づいてね。だからお金下ろして返した方がいいかなって思ったんだけど。あんな感じで出てった後にわざわざ返しに戻るのもすごく気まずいし。まあ気まずいよな、置き手紙して。それで困っちゃって。紛らわしいこと書くんじゃねえよ。純が悪いわ、それは。普通に返した方がいい。5万円ええやろ。もういらねえよ。東のバイト代。そうならいいけど。なんかほんわか雰囲気になってますやん。オッケー、もう聞くことはないね。ミキコも疲れてるだろうし、今聞いておくことはこんなところかな。あ、大丈夫か。ミコさん、無理しないでください。多分薬打たれたんです。奥で休んでてください。うん、お言葉に甘えさせてもらおうかな。モテモテミキティ。まあ俺でも好きになるわ。おい、触んな、ボケ。あの千田って男、ミキコに惚れてんね。うん、分かりやすすぎる。分かるか。まあね、分かるって。誰でも分かる。惚れたいやつだな。依頼人に情を落とすんじゃねえっていつも言ってんだが。おう、そういうお前こそミキコに情が移ってんじゃねえか。悪徳探偵らしからぬ入れ込み具合じゃねえか。依頼料がエグいんちゃうか。かもな。ああいう着物座った女は嫌いじゃねえ。全員好きやろ。前に言ったろ、うちのお客様満足度は 80% ええって、お前のそれ。ただし俺らがカモじゃねえ、お客様だと認めた相手に限って言えばな。はいはいはい。悪徳探偵なりに筋ってもんがあるってわけかい。さすが元ヤクザ。なるほど。雑誌読んでますで、ね。へー、貞本さん、結構その界隈じゃ有名なのかな。イマージュインタラクティブの貞本京也氏、北米大手サブスクリプションサービスと提携。あー、もう IT IT 中の IT やん。マジでこいつバチェラーで読んぞ。
そういえばミキューは言ってたな、最近テレビとかにも出るようになったらしいって。承認欲求で出てんのか、マジでビジネス大きくしたくて金儲けのために出てんのか、どっちなんやろ。なあカイト、ミキコさんは甘いもんは好きかな。ああコーヒーと合わせて食うのが好きだったはずだ。ベニーモタルト出しとけよお前。よし、ベニーモタルトみたいな服着やがってお前。つくもし。おお、カイトだ。おう、どうした？カイトさん、例の焼け落ちたハードディスク、データをサルベージできましたぞ。はい、つくもし最強。おお、本当か。ナイスタイミング。さすがだな。で、目星情報は得られたか？おう、なんや。実に興味深い情報が見つかりましたぞ。はいはいはい。裏帳簿のスキャンデータです。裏帳簿、もっとも海藤さんが調べている事件と関係あるのかは分かりませんがね。あるでしょそれ。裏帳簿だと？どんな？不審な送金記録です。焼かれたのは警備会社のようだったのですが。そうやな、警備会社やったな。17年ほど前から7年間にわたり用途のわからぬ金が、それもかなりの額が振り込まれているのです。どこにや。送金元はルブニールというスマホ向けアプリの開発会社のようです。もう貞本さんの会社じゃない。スマホの会社が警備会社に不正送金を。目的は何だ。目的なんやろ。残念ながらそれは分かりませんでした。メールなどを漁ってみたのですが手がかりは得られず。さすがのつくもしでも無理か。そうか。それとこのドゥブニールという会社、すでに存在しないようです。存在しない、怪しい。ほとんど活動の記録がなく、どうも実体のないペーパーカンパニーのようにも見えます。はい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 、ペパカンな、ペパカン。なるほど、いろいろと気なくさいな。今のところ掴めた情報はこんなところです。いや十分よ。ドゥブニールについてはもうちょっと調べてみるつもりですが。ドゥブニール言いにくい。ネットにはほとんど情報が残っていないので、足を使っての調査が必要そうですね。ああ、それは海藤さんに任せ。つくも助かったぜ、ありがとな。いえいえ、またお手伝いできることがあればご用命くだされ。ドゥブニール、スマホアプリの会社から警備会社の不正な送金記録か。なんか名前引っかかんねんけど、ドゥブニールって。殺された警備会社のオーナーの足崎はグレン会の創設メンバーだって話だった。そのスマホアプリの会社とグレン会との間に取引があったってことかもしれねえ。大変だ。何？ミキコさんが。おい、うわ逃げてるやん。ミコは？なんでわからねえ、入ってきたら窓が開いていて。復讐しに行ったん？カーテンをあれにして。ミキコのやつどこに。まさかグレン会の連中を槍に。あ、まさか。なんや千田、何か知ってんのか。いや、その知らねえさ、何もな。いや知ってますやん、それお前に聞いてんだ。何か知ってるんだな。惚れてるなら言え、助けたるから。ミキコさんはその千田、あの人が何するつもりだろうが最後まで見守る。あれ、そう決めたよな。ガッサンの方が惚れてますの。なんやねんお前ら。ミキコ犯罪者にするつもりか。依頼人を守るのだって探偵の仕事じゃねえのかよ。おう、てめえにミキコさんの仕事を邪魔させねえこと、それが俺たちにとって彼女を守るってことだ。あ、やるかお前。いがらしい、やっぱてめえとはソリが合わねえようだな。おう、探偵度が違うわ。力ずくでも聞き出させてもらうぞ。望むところだ。お前日本刀持つんじゃん。おいおいおい、てめえのことは一度ぶっ殺してやりてえと思ってたんだよ。来いや、カイト。
口開けるねお前。バートー探偵事務所、五十嵐千だ。こいつらほんま危ない危ない。はいはいはい、よいしょ。動けるね。まずは千田四郎からよ。こんな狭いところで戦わせんなって。ちょ待て、勝ち込み。うるうる、よいしょ。あ、そっちもいけるんかい。はいはいはい、よいしょ。避けてくるね、やるね。まずはこっち行ってアイテム取る。ゾーン拾ったこっち来いよお前。はい、お前くしょ、お前くしょ、やばいやばいやばい、追い打ちはせこいぞお前。おいおい、こんなお前もう引っ越しすんねんから、もうどうなってもやろこの事務所。じゃあ鉄板の方が強いな。ここで気合入れていくぜ。やばすぎる、危ねえ。おいしょ、投げ飛ばすからのお前も行くよ。あ、また五十嵐や寝とけお前。はい、勝ち込みスタイル。はいはい、よいしょ、いいね、強すぎる。やれこいつ、投げ技をちゃんと避けてきよるからな、センダのくせに。はい、鉄板取れ。はい、極み、まず千田から行くで。あ、来た。はい、モータルリバーサルはい、追い打ち。はい、いつでお前、何五十嵐休んどんねお前。はい、極み、まずは千田。よし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 、さあ、あとはお前よ五十嵐さん。おい、隙だらけやぞ。危ない危ない、やばすぎ。危ない、助かるよ、ま、幕の内弁当。おれおれ、避けてよ、やばじゃあ避けて、掴んだ。くそ、あ、お前剣はずるいって。避けて、あ、くそ、野球みたいに。はい、極み、よいしょ、からの鉄板スタイルよ。来るぞ、なんやそお前、野球部出身か。危ない、ここ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 避けてくれ勝ち込みの方が避けやすいな、鉄板より。やばいやばい、めっちゃ食らってるめっちゃ食らってる、危ねえ。はい、出血ダメージうざいな。はいはい、よいしょ、さあ来いよ。やばすぎ、さすがやな頭。あ、やばい、来る、よーし、さああと一本半。やらせとりゃ、うれ、はいはいはい、避けてくれ、危ない危ない、マジで強いなこいつ、なめんじゃねえぞ。うれうれ、負けへんで。うれ、来るぞ、避けて、モータルリバトル。うい、はいはい、危ない危ない、くー、いやマジでこいつしぶと。あれ、はいはいはい、よいしょ、危ない、エグすぎる。さあ来い、避けてこう、ゴー、避けてゴー、ドロップキックいったれ、おっしゃ、カイトーさんナイス。ほんでなんかくれた、ありがとうよし、お前強いな。ミキコはどこに行った。ゆえお前にミキコさんが救えんのか。松金組を選び、あの人を捨てたお前なんかによ。なんでそれ知ってんねん。
ミキコさんの抱える絶望はな、カイト。お前が想像しているよりずっと深く、暗い。あの人を焼いている憎悪の炎は、ありゃ、的をぶっ殺さなきゃ収まらねえもんだ。もっとなんかあるお前に、ミキコの何がわかる？わかるさ。俺たちがあの人に依頼されたのは、ジュンの拉致だけじゃねえ。もう一つ、調査を依頼されていたのさ。だから俺たちは知っちまったんだ。お前の知らない、彼女の絶望もな。カイトさんの知らん絶望だと？何があってミキティに。もう一度聞く。お前にミキコさんが救えるか。彼女がどんな絶望を抱えていても、向き合い受け止めてやれる覚悟があるのかよ。覚悟ならとっくにできてる。ミキコのことは絶対に救ってみせる。この命に変えてもな。よう言うた、カイトさん。だったら行くぞ。行くって？どこに？事務所が元戻ってる。横浜の偉人町だ。偉人町？詳細は車の中で話す。マジか。やり残したことがあったら今のうちにやっとくんだな。おい、みんな偉人町行けるぞ。そういえば、ジュンのこと事務所で待たせたままだったな。ちょっと様子を見に行ってみるか。はい、ただいま。あ、ジュンおるやん。雑誌読んでる。あ、カイトのおっさん。母ちゃんは？なあ、なんとか助け出した。結局、ミキコは殺しはしてねえぞ。そう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 。どういうこと？これ誰が殺してんねやろ。そっか。何にしてもよかった。母ちゃんが犯罪者にならなくて。おう。ああ、問題は真犯人が誰かだが。あ、ちょっと待って。今のところ手がかりがねえ。おう。それで母ちゃんは今どこに？俺一個分かったかも。これ以上銃に心配かけたくねえな。ああ、そのことだが、いやなんつうか、まだやることがあるみてえでな。おう。それ片付けたら。戻ってきてくれるってよ。ごまかしてます。そうなのか、やることって。あ、買い物。下手すぎるやろ。嘘。買い物？そうなのか。あ、こいつもアホや。で、カイトのおっさんはこれからどうするつもりなんだ。そのことだが、ジュン、ちょっと付き合え。おう、偉人町や。付き合うって？旅に出るぞ。たまには息抜きも必要だ。ずっと母ちゃんのこと探して気が張り詰めっぱなしだったろ。カムロ町案内してやるよ。あ、カムロ町案内。え、いいのか。ああ、行くぞ。そんな時間ある？ああ。偉人町に向かったら何があるかわからねえ。今のうちに心残りのねえようにしておくか。ジュンを連れて東や星野くんのところに顔を出してみるのもいいかもな。用事が済んだら五十嵐のところに戻ろう。確かに源田法律事務所とか行ってへんな。まだ一回も。ちょ、行ってみるか。シャルル、シャルルとあれ行こうか。源田法律事務所。え、あのさ、あ、白樺、ちょっと俺話そうと思ってたんけどさ、こいつっぽくない？殺して回ってんの。だってさ、こいつがリストをなんか調べてたやん。リストもくれたし、多分犯人分かってんのよ。グレン会の連中全員のこと合ってるし、しかもでもこいつ空手で強いやん。なんかミキティの代わりに惚れてるから、こいつが殺して回ってんちゃう、もしかしたら。その説もあるよな。そういえば白樺さんのこと忘れてたな。病院に置いてきたままだった。ミキコとは再会できた。だがちょっと厄介なことになってる。カムロシアターの M サイドカフェにいるので、よかったらお話ししませんか。まあ、気が向いたら行ってみるか。いや、行こう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 。わあ、久々に来た。
ちょ、なんでお前が先入んねん。あ、なんか鼻スンスンしてる。なんや、あ、中か、これか、匂うな、カッチカチパンツ。ありがとうございます、星野くん。よ、星野くん、今日は一人か。ええ、沙織さんも外出していて。あ、おらんの。あれ、カイドウさん、その子は。依頼人だ、こいつの母ちゃんを探しててな。おう。へえ、お母さんのために自分で依頼に来るなんて偉いね。ちゃんと依頼料だって用意してきたんだぜ。2000万の腕時計だ。なあ、2000万の腕時計？冗談だよね。ほんまです。本当らしい。親父さんがでかいベンチャー企業の社長でな、うん、コレクションをくすねてきたんだとよ。君、よかったら今度お父さんに僕を紹介してくれるかな。星野くん、顧問弁護士とか必要だったりしない？いいね、星野くん。は？星野くん、お前な。いや、そういうの大事やぞ。あ、やだな、冗談ですよ。マジで好きやわ俺、星野くんのこと。こういう会話とかも用意してんねや。おい、なんかめちゃめちゃ光ったんぞ、ネジネジの席。おい、ちょ、取らしてくれよ。あ、なんや、これ取られんか。回答愛か。ん？あ、愛や。源田先生は松金組長専用なんて言ってたな。実際組長も若い頃はすげえ喧嘩やってたって言っていたっけ。お、松金組長と源田先生の思い出。スキル、根性鉄槌。おっと、これは、覚えたいぞ。根性鉄槌。松金の組長も若い頃に派手な喧嘩をしていたようで、酔った時に懐かしそうに語っていた。そんな組長の武勇伝に出てきた根性の一撃。チャージ入力でさらに強力になる。敵の攻撃を受けた後三角。ほえ、ちょっと覚えとかなあかんな。勝ち込みの時に攻撃を受けたら三角ね。お、ダーボーからだ。ターボー。矢上隆之、ガイトさん、源田先生の手伝いの仕事片付いたよ。明日の朝には戻れそう。お、逃げた旦那は見つかったのか。確か旦那が離婚調停嫌がって逃げ回ってたんだよな。ああ、息子連れて山の中に逃げ込んだんだ。最後は湖で、白鳥の形したスワンボートって言うんだっけ。あ、カップルが乗るやつな。あれに乗って逃げ回ってさ、大変だったよ。ボート漕ぎすぎて足が筋肉痛。何してんの、矢上。そうか、まあなんつうかいつも通りじゃねえか。神室町でも偉人町でもそんな依頼ばっかだったろ。ま、そうだね。それじゃ帰るまで留守番よろしく。おう、お土産買ってこいよ。メッセージ、誰から。矢上隆之、俺はタボって呼んでる。俺の雇い主で、まあ相棒みたいなもんだ。せやな、相棒や。強いのか。そこかい。まあそれなりにな。クソ強いぞって言ってもまだまだ俺にはかなわねえが、多分。まあでも海藤さんの強さも、その感じだとその人も相当強いんだな。身に染みて分かったな。まあ背中預けられるくらいにはな。今度機会があったら紹介するぜ。いいね、海藤のおっさんの相棒か、会ってみたいな。なあ、かなり終盤っぽいな。八神、ちょっとあの白鳥の調べよう。白鳥のあれ乗ってる八神みたいな。回しとこう。ハリセンボンいらん。よし、じゃあ東おるんかな。バイトちゃんもおるんかな。バイトちゃん、お前 MC 誘拐。結局邪魔すんで。東。あ、将棋やってるよ。よ、東。あれ、カイトの兄貴、その子誰です。お前見たことないんか。シャルルで騒いでたってガキがいただろ。こいつがそうだ。ああ、この子が例の。そうそう。なんで兄貴がそのガキとつるんでるんです。わけありでな。まあいろいろあってな、こいつの母ちゃんを探してる。ミキコだ。おう。え、それじゃあこの子
ミキコさんの。じゃあお前沙織さんのあれ見た時のでリアクションしろって。調査の結果、ミキコが生きてたことが分かってな。おう。そうですか。よかったです。ふん、なるほど。この人が東くんか。お、知ってんのか。母ちゃんの日記にも書かれてたぜ。日記めっちゃ書いてんな。まだちょっと頼りないところがある弟分なんだよな。そう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 。え？ミキコさんがそんなこと。あの子悪ぶってるけど優しいし、度胸は今一つだし、ヤクザに向いてないんじゃないかとも書いてあったぜ。見抜かれてるやん。東、今度ミキコと再会したら店長として立派にやってる姿を見せて見返してやれ。見返したれ。もちろんです兄貴。偉人町にもう一店舗足すで言うてな。あ、純と将棋勝負はしやんねや。はいはい、オッケー。じゃあこんぐらいかな、喋れるやつ。じゃあ行く、バートを探偵しましょう。てか呼ばれてたよな、白樺さんから。カムロシアターのとこで。はい、白樺さん。ぶっ壊し喋り。海藤さんに純くん一応報告に来たぜ。おう。ちょ、前もちょっと怪しいよな。なるほど。カムロ町の連続エリート殺害事件の背後には真犯人が他にいると。うん。動機はやはり復讐でしょうか。夏目家放火事件の犯人であるグレン会創設メンバーへの。わからねえ。五十嵐の野郎がいろいろと知ってるようだった。詳しい話をこれから聞かせてもらうところだ。はいはいはい。そうですか。白樺さん、あんたはまだしばらくカムロ町にいるのか。ええ、せめてミキコさんが戻ってくるまでは。あれ、こいつじゃないんか。ほな、もう千葉の家に戻ったっていいんだぞ。後のことは俺に任せてくれ。おう。いえ、私にはまだやることがありますから。やること。なあ、やることって風俗。なんでな。違いますよ。童貞卒業てか、どこでそんな言葉を覚えたんですか。まあ、しばらくカムロ町をうろついてたからな。まったく、教育には良くないですよこの町は。ええやん、どうせ死んねんから。ああ、これで終わりか。やることがあるって。俺ちょっとこいつほんま殺して回ってんじゃん、お前童貞なあ。まあしゃあないか、行くしかないな。よし、じゃあ行きますか、バート探偵事務所。センダー。カイト、もう用事は済んだのか。あ、こいつ。安心しろ、もうお前をどうこうするつもりはねえよ。こいつらはな、ミキコに依頼されてお前を探してたんだ。おう。はあ、どういうことだよ。悪いな坊主。最初は俺らもお前がミキコさんのガキだって知らなかったんだ。まあそういうことよ、許しちゃってや。散々誘拐しようとしやがって、しかも力ずくでよ。お前らは一遍死ね。んだったクソンガキ、てめえが言うこと聞かねえからだろ。お前らも悪いけどな、力ずくやから。聞くわけねえだろうが。誰が怪しいヤクザについてくか。バカだろお前、少しは頭使えよ。おっしゃる通りで。てめえ、僕は天狗だろ。二人ともそこまでだ。センダ、俺らにはやるべきことがあるだろう。おう。おお、そうだったな。頭が待ってる。カイト、準備はいいのか。ついにか。もうやり残したことはないか。そう言われたらな。まあ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 、行こうか。大丈夫だ。よし、だったらとっとと向かうぞ。よし、行くぞ偉人町。それとそのガキは留守番だ。頭はあんたと大人の話をしたいそうだ。大人の話ね。何、ごめんな純。んだよ、俺も連れてけよ。ダメだクソンガキ。クソ大人が。お前ミキティのこと好きなんやったら純に優しいしとけよ。この先は何があるかわからねえ。確かにジュンには留守番してもらった方がいい。ジュン、お土産買ってくるから俺の事務所で待ってろ。いいな。最後のカムロ町のあれか。分かったよ。遊びやったんか。
ごめんな、ジュン。カイトーのおっさん、母ちゃんが買い物に行ったなんて嘘なんだろ。あ、バレてる。そらバレるか。母ちゃん、戻ってくるよな。ああ。母ちゃんのこと頼んだぜ。あんたを信じて任せるんだからな。ジュンはカイトーさんのこと好きやな。ああ、約束だ。必ず連れて帰る。任しとけ。そんな勢いよく帰らんでも。約束だからな。よし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 。まったく。クソ生意気でませたガキだぜ。いやでも可愛いやん。だな。さあ偉人帳か。おい五十嵐、なんで偉人帳なんだ。事件はずっとカムロ町で起きてたはずだろ。踊る体操させみたいなこと言わんけ。お前偉人帳のホテルで今日グレン会の前身になったサークルリゾームの同窓会がある。同窓会。そこにはまだやられてねえグレン会創設メンバーが全員顔を出す予定なんだ。はい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 、はい、まさかミキコはそれを狙ってまとめて殺すつもりだってのかよ。ああ、だがそれだけじゃねえ。ミキコさんの最後の的、一番殺さなきゃいけねえやつを多分そこに現れる。あれ、グレン会の他に誰だ。誰や。ミキコさんの先回りをしてグレン会創設メンバーの奴らを殺し回ってた真犯人。真犯人。何、どういうことだよ。なんでミキコの仇をぶっ殺してた真犯人をミキコが殺そうとするんだ。言ってみりゃ同じ目的を持った者同士だろ。探偵なんだろ。ちった自分の頭で考えてみる。こいつ知ってるからって。お前が持ってる情報から推測できるはずだぜ。あ、推測できんの。偉人町に着くまで1時間はかかる。お探偵らしく推理を楽しもうよ。オーケーオーケー、推理時間ね。推理だ。俺はな、足を使って調査するタイプの探偵なんだ。いや意外と推理できますやん。まあそう言うなって。それにあんたが勝手に真相にたどり着いたなら一応俺たちも守秘義務に反さねえからな。筋通し、筋通したがりだ。仕方ねえ、付き合ってやるか真犯人か。オッケー、推理のお時間ですね。そいつはグレン会の連中を殺していた真犯人であり、ミキコが最後に殺したい的でもあるか。一つ引っかかっていたことがある。ゆうべ殺された警備会社のオーナー足崎のオフィスが燃やされていたことだ。はい、軽警備保障、ね、だが放火した理由は足崎を殺すためじゃなかったはずだ。裏帳簿か。足崎って野郎は屋上で殺されてたんだからな。真犯人が火を放ったのには別の目的があったはず。はいはい。ほう、動機から入るか。いいね。それで問題はなぜ犯人はオフィスを燃やしたのかだ。おそらくその目的は、ない頭振り絞れ。証拠を隠滅するため。その方が盛り上がるから。納金やな。死体を燃やし尽くすため、誰かへの合図だった。おお。まあ、こことここは逆選択よな、多分。これが一番逆選択。死体を燃やし尽くすためやったら、別にオフィスに火つけんでもいい。誰かへの合図がぽいな。証拠隠滅も、だってできてないもんな。燃やしたハードディスクに裏帳簿があった、見つけたってことやから。誰かへの合図？証拠隠滅、このどっちかやな、多分な。うん、要はグレン会に家の中に火といないって騙して火をつけさせた人。多分そいつが真犯人のことやな、多分な。え、どっちやろ？証拠隠滅だってできてないから、ちょ、一回誰かへの合図やってみるわ。のろしみたいによ、誰かに合図するつもりだったんじゃねえか。メールや電話でどこでも連絡できる時代に、なぜわざわざのろしをあげる必要がある。あ、ちゃうかった。さすがにねえか。あ、ちゃうか。だとすると、え、証拠隠滅やったらできてないで、ほな。
の現場に犯人にとって不都合な証拠があったからだ。つまり証拠を隠蔽するために放火したんじゃねえかな。おう、なるほどね。正解か。それで失敗してるけど、犯人が隠蔽したかった証拠に心当たりがある。はい、まあ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 、順当にいけばこれやろ。で、 IC レコーダー、ミキコとジュンの写真、リゾーブの写真。俺ちょっとリゾーブの写真もう一回ちゃんと見さして。ここに真犯人おる気がすんねんけど、おらんかな。真ん中のやつ剣持ちやろ。俺旦那とかおるんじゃん、貞本おらんか。まあまあ見た感じいなさそうやしな。まあいいか、 OK。 とりあえずじゃあハードディスク突きつける。知人に頼んで現場にあった焼け落ちたハードディスクからデータを引き出してもらったんだ。うん、中には燃やされた警備会社への不正送金の記録が残っていてな。架空会社からな。送金元の会社は今はもう存在しねえスマホアプリの開発会社だったらしい。おう、もしかしたら犯人はこの記録を消したかったのかもしれねえ。ほう、そこまで掴んでるとは。やるじゃねえか。ちなみにそのスマホアプリの開発会社、開発会社ドゥブニールって名前じゃねえか。おい、なぜわかった。ガッサン、俺らはミキコさんの依頼である男について調べていたんだ。ある男。その調査の中で俺たちはドゥブニールってペーパーカンパニーがかつて存在していたことをつかんだ。おう、そしてミキコさんの依頼で俺たちが調べていたある男はそのペーパーカンパニーを通じてグレンカイに様々な依頼をしていたらしい。様々な依頼。不正のもみ消しから顧客トラブルへの対処など表では処理しにくい問題なんかをな。うわ、定元感えぐいねんけど。そのある男ってのがこれまでグレンカイ創設メンバーを殺し回っていた犯人だってことか。あ、そいつが。そういうことだ。さてでは、そのある男は誰なのか発表。ヒントはミキコさんがなぜ匿名で俺たちにジュンの拉致を依頼したか。いや、やっぱ定元やん。なぜって、あんたらが守秘義務を破って誰かにミキコが生きてることを話すかもしれないからだろ。ああ、ミキコはグレンカイの連中に生きてることを悟られずに復讐を成し遂げるつもりだったんだ。そうだが、それは理由の一つに過ぎない。生きてることが伝わったらまずいやつがグレンカイの連中以外にもいたんだよ。なあ、マジか。事実ミキコさんはそいつに自分が生きていることを決して告げようとしなかった。でもなんでなよ。記憶を取り戻したなら生きてることを伝えて叱るべき相手にも関わらずな。おう。まさか。わかったようだな。グレンカイを殺しまっていた真犯人の正体ってまさか。いやー、その人定本京也やけどさ、なんでこいつが殺して回ってんのか。火つけさしたんか。やっぱ政略結婚やったんかな、俺の予想通り。ごめんな、童貞疑って。お前のこと童貞や言うてバカにしたけど、殺人犯にまで して持ってたな。ごめんな、白樺さん。カイト、いや、自分のこと言うかい。ミキティ、かわいいわ。まあ、純でもないしな。まあ、千田も知ってる。五十嵐も知ってる。まあ、白樺さんも生きてんの知ってる、知ってる、知ってる。まあ、やっぱ残るのはこれやな。定元さんね、まあ、突きつけるか。定元京也か。あいつがグレンカイ創設メンバーを殺して回ってるってのか。金のためかな。そういうことさ。ミキコさんもそう考えてる。なんだと。じゃあ動機はグレンカイとの黒いつながりを消すためか。ああ、いや、だが待てよ。グレンカイの創設メンバーはミキコの実家を放火したメンバーでもあるんだ。そこなんよな。なぜ妻の両親と妹を焼き殺した連中なんかと
貞本は黒いつながりを持っていたんだ。おお、そこに気づいたか。じゃあもう一ついい情報をやる。なんや、もったいぶるな、こいつ。貞本の作ったペーパーカンパニー、ドゥブニールから。ドゥブニール、足崎の警備会社への不正送金の記録は17年ほど前からあったらしい。17年前。これが何を意味するかわかるか。その事実なら俺も掴んでるが、おかしくねえか。17年前っていや、ミキコが貞本と結婚する前だぞ。前、その頃から貞本とグレンカイがつながっていたってことだよな。何がどうなってる。やっぱあいつだったらこう考えるしかねえだろう。金目当てか、両親の。夏目家放火事件も貞本とグレンカイとの黒いつながりの一つとして起きた事件だった。おうってな。なんだと。それじゃあ貞本があの放火事件に絡んでるってのかよ。確実にな。ああ、2年前ミキコさんはその事実に気づいたせいで消されそうになったんだ。貞本とグレンカイにな。やっぱあの写真の中に貞本おるんちゃうか。いやらしい。全て聞かせてもらうぞ。貞本京也の過去。貞本京也、あいつは何者なんだ。悪魔だよ。極道も真っ青。悪魔。悪魔だと。どういうことだ。全ての始まりは剣持が大学時代に立ち上げたイベント系サークル、リゾームだった。おう、サークルね。リゾームは巷のイベント系サークル同様、仲間とつるんでコンパやらライブツアーを組んだりして小銭稼ぎをしていたらしい。まあ大学生の金稼ぎやわな。その頃は大した儲けはなかったみたいだ。はいはいはい。だが同じ大学の経営学部に通っていた貞本京也がアドバイザーとして顔を出すようになってから様相は一変した。アドバイザー。連中は貞本の口車に乗せられ、かなりグレーな領域にまでビジネスを広げていった。ああ、コマにされたんか。アドバイザーを名乗っていた貞本はサークルに正式に所属こそしていなかったらしいが、その能力と活躍っぷりからメンバーの間でカリスマ扱いされるようになっていったとい う。 おう。そのリゾームの連中が立ち上げたのが半グレのグレン会だな。そういうことやな。ああ、剣持を中心にな。で貞本の方はというと、学生時代にすでに起業していて、卒業後はグレン会の連中に汚れ仕事を頼むようになった。はい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 。若造が生きて立ち上げた新進気鋭のベンチャーだ。ちょっかい出す連中もいただろうし、ライバルも多かった。ああ、ボディーガード的なあれか。綱渡りのビジネスで火傷することもあれば、厄介な顧客トラブルに巻き込まれることだって少なくなかったはずだ。ああ、ケツ持ちやな。そんな貞本にとってグレン会とのつながりは好都合だったってわけか。そういうことだ。おかげで貞本の会社は順調に成長を遂げていった。おう。だがそれも次第に陰りが見え始めた。陰り。莫大な投資を行い立ち上げた新規事業が見事に突っこけて資金繰りに苦労し始めた。ああ、金なくなったんや。そんな時に奴が目をつけたのが、うわ、美希子さんの両親である夏目夫妻だった。金持ちやもんな。夏目家放火事件、ミキコが貞本の本性に気づいた機会。ちょっと放火事件からいくか。銀行のお得意、超お得意様って言ってたから、やっぱ金持ちやと思うね。その金を狙ったんか。夏目家放火事件に貞本が絡んでいた。間違いねえのか。ああ、むしろ貞本が主犯格と言っていい。おう。15年ほど前のことだ。貞本は不動産ブローカーをやってた剣持から土地の開発計画を聞かされたらしい。はいはいはい。話がまとまればでかい金になる案件だ。だが夏目夫妻だけが土地を売り渡そうとしなかった。だから放火して脅す。昔
仕上げやなんかがやってた手口だな。懐かしいな、ごとくゼロみたいな。それだったらまだ可愛いもんだぜ。いいか、貞本が悪魔的なのは、剣持から持ちかけられた相談を自分の会社の問題をも一気に解決できる計画に差し替えちまったところにある。ほう、どういうことだ。カイト、夏目家は地元でも有数の資産家だったらしい。お、不動産や所有している株も含めれば数十億もの資産があった。マジかよ。当時資金繰りに苦労していた貞本はこの財産をまとめていただいちゃう。うわ、やっぱりか、政略結婚や。そんなことどうやって金目当ての。まさか、ミキコさんとの結婚も最初から貞本の計画のうちだったって。悪魔的だ。なんだと。貞本、あの貞本って男は人を魅了する才能に異常に長けていたようだ。うん、大学のサークルでは伝説の OB としてダサい教祖様みたいな。ダサい。社内でもカリスマ扱いされてるんだとよ。おう、グレン会の連中も貞本の汚れ仕事は喜んで引き受けていたって話だ。ああ、なるほどね。夏目夫妻も例外じゃなかった。誠実な青年実業家を装う貞本にまんまと見入られちまったらしい。なんか牛島君の話みたいな。そして夫妻の心を掌握した貞本は娘が極道と付き合っていることや、お、次女がストーカーに付きまとわれていることまで聞き出した。おい、なんでそこで俺の話が出てくる。カイト、お前も貞本の計画に利用されたんだよ。もしかして勝ち込み。俺も。わざと勝ち込み起こさせたんじゃん、グレン会の連中に。松金組が。マジかよ。ミキコはいつ貞本の本性に気づいたんだ。2年前のことだ。貞本が珍しく深酒して書斎でパソコンをつけたまま眠っていたらしい。おう、そこで偶然見しまったそうだ。グレン会の剣持とのメールのやり取りは、はい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 、不審に思ったミヒコさんはその場で過去のメールのやり取りを遡ってみた。そこであらかた何があったかを察したようだ。なるほど。だがそこで貞本が目を覚ましちまった。データを見られたと知った貞本は襲いかかった。襲いかかった。あのミキコがオフィスワークの仇にそう簡単にやられるとは思えねえ。確かに強いしな。いや、それがあっさり返り討ちにされちまった。さだもと強いんかい。普段から半グレみたいな裏社会の連中と付き合いのある男だ。おう、もしかしたら暴力の扱いには慣れてるのかもしれない。いや、ナイフコレクションしてたもんな。それでミキコがさだもとに襲われた後は、ミキコさんはその後の記憶が曖昧らしい。おう、おそらく薬でも盛られてグレン会の連中に後始末させたんだろう。うわ、そういうことや。じゃあわざとあれやな、自殺に見せかけて殺さんっていうあれじゃなくて、たまたまマジで助かっただけなんや。おい、俺も貞本の計画に利用されたってどういうことだよ。いや、勝ち込みちゃうかな。両親に貞本を紹介されたミキコさんは結婚を考えている恋人がいることを貞本に告げたらしい。うん、すると貞本はミヒコさんとあんたとの仲をむしろ応援するとか抜かしたぞ。応援する。応援。相手の男が本気なら極道から足を洗ってくれるはずだの。うわ、抜けるのに上納金が必要なら両親を説得してやるだろ。必要なら弁護士を紹介するだろ。もっともらしい提案をしてきたらしいぜ。なるほど。貞本がそんなことを。だからよく知ってたよ。貞本の野郎は分かってたんだろうな。極道が簡単に組から抜けられるわけがない。ああ、それで喧嘩別れさせたんか。おまけに当時の松金組はトラブルを抱えてたんだろう。貞本はお前が抜けられるはずがねえと確信した上で
ミキコさんは煽ったんじゃねえか。悪魔的だ。そしてまんまとお前らは思惑通り動いてくれた。さすがに勝ち込みは計画はできんかったけど、そういう口車に乗せられたよミキティは。うわぁ。その後貞本は昇進のミキコさんに狡猾に付け入っていった。貞本との仲を押していた両親にも説得されたんだろうな。結果思惑通り貞本はミキコさんと結婚。頃合いを見計らい夏目家は放火され、奴は莫大な遺産を相続したってわけ。いやそらミキティ復讐するわ。とんでもねえだろ貞本って野郎は。出来込んだったんや。いや純までも利用されたんや。その計画のために結婚せざるを得ないよう仕向けるためにガキを作ったんだろう。だから純に興味ないんや。言ってみりゃ純は貞本にとって金儲けのための道具に過ぎなくて。悪魔的だ。エグすぎる。かわいそうだぜミキコさんの純は。マジで悪魔って言うた俺バカにしたけど、五十嵐のことマジで悪魔や。人が一番怖いよ。体現してますこの男貞本京也。今聞きたいことはこんなところか。にしてもよく調べたな。さすがは元登場会の自称調査部門だけのことはあるな。自称会。まあ社会の裏も表も知り尽くした俺たちだからできたことだ。いやマジか。登場会の調査部門ってのは自称だがな、調査能力は伊達じゃねえってことさ。いや思ってたよりエグかったな。そうかよ。でどんな気分だ。貞本の野郎に踊らされ最愛の女と別れさせられたって知った気分はよ。どうないよ海藤さん。なんだろうと選んだのは俺だ。なんだつまらねえな。意外と冷静じゃねえか。いやこれ退治したら変わるやろ。貞本の野郎は一発殴ってやらねえと気が済まねえ。ああおお、そう来なくちゃどぎついのを一発かましてやれ。五十嵐さんお前お客様満足度 80% 超えてるわ。さすがに